大アルバニア、大アルバニア、大アルバニア、アルバニア語とは、アルバニアの民族主義者によって、アルバニアの本来の領土として主張されている地域。歴史的、あるいは現在のアルバニア人の分布が、その主張の根拠となっている。この用語は、アルバニア内外にまたがって分布している、アルバニア人の居住地域を統一し、アルバニアの領土とする大アルバニア主義の願望を表している。 アルバニア人の間では民族的アルバニアとも呼ばれる。20世紀初頭のバルカン戦争以前はアルバニア人たちの居住地域はオスマン帝国の領土であった。アルバニア人の独立運動は1878年にコソボを拠点としたプリズレン連盟によって始められ、その目的はオスマン帝国の枠組みの中でのアルバニア人の文化的、政治的自治であった。 しかしながら、オスマン帝国は、プリズレン連盟の要求には、応えようとしなかった。連盟の主張に対する、オスマン帝国の反対姿勢は、アルバニア人の独立運動を、アルバニアの全民族的な運動へと押しげていった。民族的アルバニアとは、アルバニアの民族主義者の間で、民族的アルバニア人の歴史的な土地として、主張されている地域を指し示す用語である。 その範囲には、アルバニア、コソボ、セルビア領の一部、プレシェボ、アルバニア、ゴでは、プレシェバ、メドベジャ、アルバニア、ゴでは、メドベジャ、ブヤノバツ、アルバニア、ゴでは、ブヤノツイ、マケドニア共和国の西部、モンテネグロ南部のウルチニ、セルビア、ゴでは、ウルチニ、などが含まれる。ギリシャ領イピロスの一部は、アルバニア人からは、チャメリア、と呼ばれ、 民族的アルバニアに含まれる場合もある。第二次世界大戦中、1941年のユーゴスラビアの敗北後、イタリア軍はユーゴスラビア領のアルバニア人地域を占領し、イタリアの区物であったアルバニア政府の統治下に置いた。この領域には、コソボ及びマケドニア、モンテネグロの一部が含まれる。2008年2月に、コソボが独立宣言を行った。 国際連合では独立したコソボが他国と合法することは認められないとしているが、このコソボの独立は大アルバニア主義の実現に向けた動きである解釈されることもある。大アルバニアに含まれる領域を独立させ、アルバニアに併合するか、アルバニアと連邦を構成することで大アルバニアを実現しようとする考え方。2007年3月の国際連合開発計画の 調査によると、コソボのアルバニア人のうちわずか2.5%が、アルバニアとの統一がコソボにとって最も望ましいと考えている。コソボでは、アルバニア人が人口の大多数を占め、人口の92%がアルバニア人である。モンテネグロにも一定数のアルバニア人人口があり、その多くが南部のマレーシア、ポドゴリザ、ウルチニ、ウルコニー、セルビア語では、 ウルチニ、ポドゴリザ近郊のトゥズ、チューズ、セルビア語では、トゥジ、ツジ、プラバ、セルビア語では、プラブ、グツイ、グシー、セルビア語では、グシニエ、ガザニ、ロジャヤ、セルビア語では、ロジャイエ、などに居住している。イピロス、チャメリアは1912年11月28日、アルバニア国家の独立宣言によるオスマン帝国軍の退却に伴って、 誕生したばかりのアルバニア国家に与えられた。しかし、1913年のロンドン会議によって、キリシャ領とされた。戦艦期にアルバニアを併合したイタリアが1943年に敗戦してからは、多くのイスラム教徒のチャメリア人、サムズはイタリアに代わって、チャメリアを占領したドイツ軍に加わり、チャメリア人部隊を結成した。別のチャメリア人のコミュニティは、 ギリシャのレジスタンス組織である民族解放戦線に加わった。ギリシャの民族解放戦線には1944年の段階でおよそ2500人のメンバーがいた。1944年、ギリシャの別のレジスタンス組織でイギリスの特殊作戦執行部に指導されていたギリシャ民族共和同盟にってチャメリアのアルバニア人はギリシャ領から強制的に退去させられた。 1928年のギリシャによる調査では、イッピロスには18,600人から19600人のイスラム教徒がいた。第二次世界大戦後の初の統計調査では、わずか123人のイスラム教徒のチャメリア人が、この地域に留まっていた。アルバニアに脱出したイスラム教徒のチャメリア人、およそ20万人が、アルバニに暮らしているわ。 およそ3万5千人のイスラム教徒のチャメリア人が戦前まで南、イッピロスに暮らしていたと主張している。彼らは自身をイッピロスを指し示すアルバニア語、チャメリアに、なんで、チャメリア人と呼んでいるが、イッピロス人、イピアの語もまた使用されている。これらのチャメリア人の多くがギリシャによって接収されたイピロスに残された財産に対する保障を埋めている。 一方、ギリシャの立場からは、このような問題は存在しないものとされる。マケドニア共和国の西部には、アルバニア人が多数派を占める地域がある。マケドニア共和国における、アルバニア人の人口は、概ね23%から25%程度と、見積もられている。アルバニア人の人口が多い都市には、テトバ、テトーバ、マケドニア語では、テトボ、ゴスティバリ、 ゴスティバリ、マケドニア語では、ゴスティバル、ストルガ、ディベル、ダイバー、マケドニア語では、デバル、および、首都のシュクプ、シュカップ、マケドニア語ではスコピエなどがある。1992年、アルバニア人の活動家がストルガで、マケドニア共和国内部の自治国家として、イデリ,リダ共和国、エレリダの建国を宣言した。宣言は、象徴的な意味しか持たず、イデリ,リダ共和国の自治は、 実際には、マケドニア共和国に住むアルバニア人の間でも受け入れられていない。プレシェバ、プリーシェイバ、セルビア語では、プレシェボ、ブヤノツイ、ブージェノサイ、セルビア語では、ブヤノバツ、ブージェノバツの各自治体、及び、メドベジャ自治体の一部にもアルバニア人が居住している。2002年の調査によると、プレシェバのアルバニア人比率は90%を超えている。 ブヤノチでは54.69%、メドベジャでは48.17%となっている。セルビア人とアルバニア人の民族間の緊張や、コソボ紛争後に高まった憎悪は、プレシェバメドベジャブヤノチ解放の創設によって、武力衝突に発展した。解放軍の活動目的は、これらの地域をセルビアから分離し、コソボへ編入することであった。バルカン半島における、 アルバニア人問題は、西側列強諸国による決定の結果であった。ある説によると、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が19世紀後半のオスマン帝、退朝後のバルカン地域の微妙な均衡を維持しようとしたとしている。異なった集団が向かおうとする方向性、そしてそれらの集団が大アルバニア実現のために果たす。 役割について議論されている。大アルバニア実現を目指して活動している集団はごく少数の過激論にとまり、その域を超えている証拠は見られない。大多数のアルバニア人は隣国との平和共存を望んでいる。しかしながら、アルバニア人がまた、マケドニア共和国、セルビア、ギリシャにおけるアルバニア人の人権が守られることを望んでいる。例として、 アルバニアとモンテネグロとの友好関係、そしてマケドニア共和国におけるアルバニア人の社会統合への縁などがある。モンテネグロでは中央政府、議会、地方政府、そしてビジネス分野にもアルバニア人の代表が置かれ、組織的な民族的、宗教的差別がアルバニア人やその他の少数民族に対してやれている証拠はない。その他の国々にセルビア、ギリシャ、 マケドニア共和国において政治家たちは大アルバニアの要望を民族的憎悪を煽りアルバニア人の政治活動家に対して警戒感を抱かせアルバニア人少数民族の人権政治的権利の侵害を正当化するために使用することが少なからず見られる国際危機グループは反アルバニア主義について調査を行いパンアルバイニエンザムハウビック エースレッド2バルカンスタビリティ、反アルバニア主義バルカン半島の安定に対する脅威はどれほどか。という題で2004年2月に発表した。彼らの報告書では、反アルバニア主義の主張は、広く知られている、民族的アルバニア人が大アルバニア主義あるいは、大コソボ主義実現に熱を上げているとる、典型例よりも、実際にはずっと複雑で多層化されていると述べている。 報告書はまた、アルバニア人の間では、大アルバニアや、その他の国境移動が原因となる暴力は、政治的に多数でもなく、道徳的に許容もされないと指摘している。国際危機グループはアルバニア及びギリシャの政府に対し、1945年にギリシャを追放されたチャメリア人の問題に関して、この問題が極端な民族主義者に乗っ取られ、政治利用され、 チャミリア人の合法的な訴えが他の民族的な構想の中に埋没してしまうことがないように努力と冷静さを求めた。さらに国際危機グループの調査はアルバニアがコスボとは別の国として経済的文化的結びつきを強めていくことにより強い関心を持っていることを指摘した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。